はい、レオンチャンネルです。前の動画でレジェンドガイアメモリの一部サウンドは鳴らしましたが、いくつかの足らなかった分を今更ながらネットで購入して、平成1期のクーガからディケイドプラス2期のダブルオーズまで全部揃えましたので、全て一気に鳴らしましょう。ではクーガから順番に行きましょう。マイティフォーム、ドラゴン、ペガサス、タイタン、いや全部鳴るのすごいわ。で、長押しすることで、ドライバー連動音が鳴りますが、これは後で一気に鳴らしましょう。続いてアギト、グランド、ストーム、フレーム、トリニティはなんないんですよね。一音目に戻ります。でもほんとすごい。リュウキー、変身、アドベント、ドラグレッダー、ファイナルベント、コーリギオン、ファイズ、これが全部任意のタイミングで鳴らせるってすごくない？ほら、タイキョンからの、すごいよ。ブレイドはターンアップからキックサンダーまでなります。ライトニングブラストまでなっちゃうんだな。響き、音楽、これすごいのが、音楽で終わると思うじゃん、じゃなくて音場サウンドも鳴るんですよ。要は響き、息吹、とどろきね。すごくない？息吹のトランペット音とか最高なんだけど。バーンとマカモーが吹っ飛びそう。カブト、で、王はソードフォームのみ。キバー、あー、電池変えてもちょっと音がやっぱおかしいんだな。ディケイド、発動音声系豊富じゃない。ファイナルフォームライド、ファイナルアタックライド、ファイナル仮面アタックフォームライド、ディケイド。これで平成1期が終わって、ガイアメモリなんで、ここまでダブルオーズまで出てますね。ダブル、ダブル、サイクロン、ジョーカー、ダブル、ほぼ闇落ち音声、オーズ、
タトバタトバタトバは言わないんですよね。仮面ライダーオース、これで決まりだ。あと声がだいぶ変わっちゃってる。こうやって一気に聞くと、クーガアジトのフォームチェンジがなりまくるやつはなかなかプレイバリュー高いかな。アジト、じゃあ銀端子金端子がちょうど6本ずつに分かれましたので、ダブルドライバー連動いきましょう。マイクロンジョーカー、なんかちょっと不気味なサウンドになってますが、もうこの辺はしょうがない。ファイズディケイド、もう組み合わせとかは特に謎のまま。あとやっぱ食玩ガシャポン系はスロット脱着は硬いよね。電王オーズ、オーズ電王、仮面ライダーオーズ、タットバーが欲しいのとソードフォームがだいぶさっぱりめ。カブト響き、ブレイドクーガー、ブレイドクーガー、ブレイドの変身をちょっと違和感あるな。最後キバアギト、キバアギト、いやもうレジェンドアイテムこれくらいさっぱりで全然いいっすよね。以上1号ライダー系のレジェンドガイアメモリを全部一気に鳴らしてみたの動画でした。